てますありがとうございます。えー、っと、野田くんいつも応援してます。質問です。ロナウドとメシがパリ・サンジェルマンで共演の噂がありますが、合うと思いますか全然合うと思いますね。ただ、やっぱり、どのぐらいその2人が守備できるかとか、やっぱりそのコンディションだったりとか、あと相手との力関係とかでどのぐらいやらせるかっていうのが変わると思うんで、そこのマネジメントうん、でも普通に合うと思いますよ。あの上手い選手って、あの敵相手と見方を見ながら瞬間的に逆算できるんですよ。 相手見ながらサッカーできるんで、おのずと2人の答えが合うっていうかあの、合わない選手ってどっちかが周りを見れてなかったり逆算力ないですよね。そっちじゃねえよみたいな。メッシでいう昔のアンドレ・ゴメスとか、ロナウドでいうと、もらったとかと合わなかったですよね。